こんにちは。今日はいわき市の勿来町蔵王神社に来ております。更新塔ですね。あれが見えない。これがね、観音様に見えるですけど、枝のない時に来ないとダメですね。かっこいいです。胸を張っております。かっこいいです。新門は左三つどもえですね。天台社もきちんと祀られております。これが本殿です。全くお寺です、お寺の裏にですね、奥の院が、お寺か、本殿の後ろに奥の院がありまして、ここに蔵王権現が祀られています。大王さん、蔵王大権現。おお、なんとなく神々しいというか、怖い感じがしますね。ここの場所は、これは奉納されたものですので、ブロンズかな。蔵王権現は柱のように顔が3つあるのが特徴ですね。由緒、蔵王神社は大同2年に今の奈良県吉野山より蔵王権現を当地に創建された。境は蝦夷の国との境で、当時国境を警備する先守が守護神として三方を睨む三面不動明王をお祭り、防災したもの。東山を大王山と称する大きな桜の山ですね。八幡太郎を源義家が演じた福風をの山桜と東山の東山の桜は史実的なんだろう、石碑上意味があります。本尊は平安時代11世紀の作にて県重要文化財に指定され、郷土の守護神と文化行政に尽くせる由緒ある神社であり、長く後世に伝うものであると書いてあります。
前にお邪魔した時にですね、神主さんから聞いてたんですけれど、ここが水戸の山野山の元寺であるということでした。今もう一度来てみるとですね、大王山、大桜山というのが非常に気になるところで、なぜなら水戸の山野山は、まあ、山野ですから、安産祈願の神様になってます。それが大桜山とつながると、この花桜姫とつながるということになります。基本はですね、まあ、人間の基本なんですけれど、お父さんとお母さんがいて子供が生まれて、それが代々つながっていくという、ことが大事な基本なので、それで、安産の神様は重要になります。それで二十三夜行という、三夜様ですね、三夜様、三夜様、産屋様ですね、言ってみたら、それが非常に大事になるわけです。この本殿と同じものが、まあ、ほぼ同じと見えるものが北茨城市の、中なんだっけかな、地名忘れましたけど、中なんとかというところにお寺がありまして、その形と同じに見えます。でなお面白いのは、ここの宮司さんが そちらのお寺の出身で、こちらに来たと言われております。中里じゃなくて、忘れた、こちらの古い建物が以前、本殿、拝殿に使われていたものらしいです。あ、思い出した。中妻です。中妻。茨城市中妻というところに、お寺がありまして、そちらからこちらに来たと言っておられました。正面に見えるのが勿来火力ですね、東京電力勿来火力発電所。3番札所出暮らしになっております。ここの神社はですね、隣にまだお寺がしっかり残ってまして、千手観音菩薩が祀ってあります。観音堂を行ってみます。読めないけど、メラ仏って書いたんですかね。おお、窪の砂。
展指定文化財木造明王型霊像、出造寺って読むらしいですね。デクラ寺じゃなくて。いやすごい、平安時代中期になってますよ。本尊は山形に神を逆立てた頭髪を表し、やや右上方を向いた面貌は両目を見開き口を閉じ牙を覗かせ怒りの表情を表し、あらわにした姿を見せる明王型立像であります。両足首の釧路、装身具の輪の位置、右腰をひねって立つことから右足に重心を置き左足を宙に浮かせる姿が想像されます。なおこの東北地方には明王型の作例は少なく、一面八臂、両肩部にそれぞれ獅子を剥いだ痕跡ありの造形は貴重なものであります。構造は塔体を通して一体で掘り出された一木造りで、内くりは施されておりません。胸部と腹部に厚みがあり、体育の奥行きも十分で、両肩に富んだ造形造形感を見せております。このような荒々しく重厚な造形や9世紀のものと異なる堀口の浅い作風から10世紀後半の作製作と考えられております。10世紀後半だから950年ですね。また出造寺から分離した蔵王神社に伝わる木造金剛夜叉明王立像と同様に、本像も技法作風から在地で作成されたものと考えられております。いわき市教区委員会。あ、おびんずる様がいました。はあ、ここも標高60メーターぐらいだと思います。それでは終わりにします。